です。ガブリ君。ガブリ君。動きがすごいよ。皆さんこんばんはに。こんばんはに、グッガブ。駆け出しから来ましたガブリ君です。ガブリ君は皆さん何に見えますか。今こんばんはにって言ったんでカバって言われます。こう見えて倒立しろ倒立。なんでですね、ガブリ君かっていうと、まあ、ガブガブお客さんみんな噛みついてもらった人いますかって。ガブガブ噛みつくガブリ君ですね、はい、噛みついちゃうんですか。この動きは何ですか今。何をしますか。ちょっと体力のこれ夏祭り、これからの夏祭りに向けてワニ立てしてます。ワニ立てしてグッガブ。すごい距離が長い、距離が長い、顔ですごい。確かに顔で腕立て伏せですよ。なるほどなるほど、はい、あ疲れたんじゃないですか。疲れた疲れた、しぼんでってる、しぼんでってる、しぼんでっちゃった。しぼむガブリ君出た。もう溶けちゃった、溶けちゃった。しぼむガブリ君、大きい夏祭りの角田ふるさと夏祭りというのがありまして、しぼんだグーガーブ、枯れたガブリ君グーガー。ぜひ皆さん遊びに来てください。今回は秋葉原が調整豆乳くんっていうキャラクターやった、ジュッキーくんをエロゲーしてくれるお祭りなんで、2万人ぐらい来る予定。2万人も来ると200万人来るよ。200万人。ガブリ君の説明しててガブリ君が潰すことありますか。餌ちょっとお腹減っちゃったんですね。ガブリ君餌だよ。お、ブブちゃん、さすが。あ、食べた食べた、豚食ってる、豚食ってる。ガブリ君食べた、あ、食べたら、さあ、一回いますよ、一回いますよ。どうなのこれ。あ、食べた食べた食べた、咀嚼咀嚼。すごいすごい、ちょっと膨らんだ。あ、よみがえりました。この後大丈夫ですね。豚のゆるキャラ出てきたら俺もう泣いちゃうかもしれないですけど、この後もたくさんのゆるキャラ出てきます。とりあえず8月14日は角田市においでください。角田ふるさと夏祭りがありますので角田市においでください。ガブリ君ありがとうございました。はい、ありがとうございます。西京都とガブリ君にはまたこの後の大抽選会にもご登場いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ガブリ君、ありがとうございます。ガブリ君自由ですね。結構攻めますね。自由ですね。最高ガブリ君、いいですね。いい PR になりました。グッカー。